1977年の福島仮上工場と周囲約500メートル範囲、右が網走方面、海側に暴風雪林、中遊別側に東7線の踏切があり、そばに待合室が見える。1956年1月からしばらくの間有毛線で運行されていたレールバスに対応した頃のものがそのまま使われ、続けていたのか、 簡易型のホームは普通の機動車1両の半分程度の長さしかない。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成福島仮上降場は北海道門別郡優別町和座福島にかつて設置されていた日本国有鉄道有毛線の仮上降場である有毛線の廃線に伴い1987年3月20日に 廃駅となった。一部の普通列車は通過した3月3日、改正時点で下り3本上り5本。所在地名より、当地には1916年に福島団体13個が入植し、命名したものである。廃止時点で一面一線の短式ホームを有する地上駅であった。廃止島で仮上工場であり、無人駅となっていた。 2011年時点ではさらちになっていたが、枕木が積み上げられていた。また、2011年時点では、駅跡付近の線路跡が崩れかかった地区定として、残像にし、線路跡に沿って、防雪林が続いていた。ありがとうございます。